はい、こんにちは、ごきげんさんです。今日は若ちゃん先生が送る運動会で駆け足が速くなる方法をお伝えします。運動会の花形はかけっこ、個人競技ですよね。これが大好きな子も、もう3歳にして嫌になってる子もいます。楽しんで走ってくれると嬉しいですよね。そのために少しでも早くスタートダッシュができるといいかなっていうことで、スタートダッシュの練習を お伝えします。まずはスタートの足元を見てください。よーいドン。ドンの後にバタついてるの分かりましたか？手を変えます。スムーズです。軸足を変えるだけでスムーズなスタートになります。あとはドンって言ってパッとから足が出るっていうことを練習すると大丈夫。そのための練習方法をいくつかお伝えします。協力してもらったのは食べトレのインストのお子さんたちです。片足立ちをしてバランスがいい方を見極めます。しっかり立てている方が軸足になります。ケンケンで見比べるのもいいです。その後にスタートダッシュの練習もいいですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、よーい、ドン。軸足が決まったらば、よーい、ドンで軸足じゃない後ろの足をパッと前に出せる練習をするといいです。ドン。ドンの後に間が空いてしまうお子さんの場合、背中をそっと押すこともいいですね。ビデオを構えているとそちらが気になってこういうことになることもあります。はい、よーい、よーい、ドン。応援の音とかお母さんたちのことが気になってしまうお子さんの場合は、少し耳でよく聞いて音を聞いてごらんって言ってみるのもいいです。よーい、するとこのようにできます。それでは1週間から10日練習をしたお子さんのビフォーアフターをご覧ください。位置についてよーいドン。位置についてよーいドン。ついてよーいドン。いかがですか？スタートダッシュが効いていますね。もう一つ、一等賞を狙うならゴールで止まらないってことが大事です。駆け抜けます。それとね、一息で行っちゃうといいんですけど、見てください。用意でピタッと止まっていますね。これも大事です。この動画は食べトレディオの早く走りたい動画作成チーム、古山由紀子、堀米ゆかり、伏木あかり、高橋真由美、西村明子、松田直子、沖若子とそのお子様たちです。この動画参考になりましたか？よかったらいいねボタンお願いします。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。See you!